チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、クリスマスソングと一緒にお越しいただきました、はい、今夜のお客様はキングレコードの水田龍子さんです。こんばんは。こんばんは、水田龍子です。よろしくお願いいたします。いらっしゃい。はい、またお会いできて嬉しいです。いや、琴姫は嬉しいです。ありがとうございます、ね、はい、なんかあの今年中にお会いできてよかったですね。そうですね、ずっとねしばらくお会いできなくて、今年の久しぶりしぶりにお邪魔させていただいて、またこういう風にまたスタジオにお邪魔できて嬉しいです、はい、琴姫も嬉しいです。ありがとうございます。私ってあのほとんどのコロナのせいで、はい、緊急事態宣言下でしたけど、はい、こんな年でもあの12月にお会いできるってのはなんかすごい意味があるかなと思って。そうですね、やっぱりあのこのお仕事していると年末ってすごくなんか、はい、いろんな方にお会いできる月じゃないですか、だからこうやっぱり私もずっと今年はなかなか外に出てこうやってスタジオにお邪魔したりとかお仕事する機会が本当に少なかったので。そうですよね。この年末に近づいてくる中でこうやっていろんなとこにやっぱりお邪魔できてお会いできるっていうのはすごくやっぱり嬉しいです ね、はい、ところであのね、水田龍子さん、はい、道の奥の城がヒットなさいましたけど、ありがとうございます。さらにね、はい、いいことがあったんですよね。そうなんです、はい、今回ね12月8日に道の奥無城東北感謝版という、まあ、CD を発売させていただいたんですけれども、道の奥無城をやっぱりあのなかなか生でね皆さんに聞いていただく機会が少なかったので、もうちょっとやっぱりたくさんの方に聞いていただきたいっていう気持ちがずっとあったんですよ、なのでそれをお話をしましたら、まあ、キングレコードの皆さんとじゃあ東北感謝版ということで、あの水田龍子のいろんなご当地ソングを入れたその特別版の CD をということで、初めてデビューして28年の間で初めてこういう特別版なんですよ、おめでとうございます。ありがとうございます。これを発売させていただきました。初めての特別版なんですか。そうなんですよ。意外、意外ですね。意外、結構ね、最近皆さん多いんですよ、こういうあのとなんとか版、特別版みたいの多くて、あの流行りなんですけど水田龍子は初めてで、あら、なんで今まで出してくれなかったのかしらね。どうなんですか、一曲勝負だったんですかね。あ、まあ、ディレクターのね、あのやっぱりこう意見とかもありますし、考えとかも、たくさんリリースなさってらっしゃるから、今まで特別版を出す余裕がないぐらいこんなに出してらっしゃるもの、ね、たくさんも出させていただいて、でも今回はねあの私のご当地ソングって東北の歌が結構多くて、あの、まあ、道の奥無城が岩手県の釜石で、なので東北のあの歌の中で、カラオケで人気のある曲を2曲選んで入れようと、ね、はい、じゃあの東北の方に特に応援していただきたいですね。そうですね、はい、で今回は新しく実はあの道の奥無城のギターバージョンというのを収録して入れたんですけど、このギターバージョンも初めてなんです、私ギターバージョンでギターだけで歌うの、はい、もうねレコーディングの時ね、難しかったです。やっぱりあのオーケストラのカラオケで歌うのと全然違いますね。そうですよね、緊張しちゃいました。分かるような気がします、はい、ね、じゃあギターはどなたが弾かれたんですか。はい、あのもうデビュー当時からお世話になってまして、まあ、ギタリストとしてもすごく、あの有名な斉藤勲さん、はい、もうあの私たち演歌歌謡曲の世界では、もうレコーディングに斉藤さんがいないとなんか物足りないっていうようなそういう方なんですけども、はい、あのその方に編曲も今回していただきました。あ、そうなんですね、はい、
じゃあこのギターバージョンの時はどういう形でレコーディングしたんですか？ギターバージョンは、ええ、やっぱりこう、まあ、コロナでなければね、ええ、一緒にということもあったんですが、ええ、まあ、コロナの影響もあって別々に録音させていただいて、斉藤さんが自分でこうギターをしっかり入れていただいたのに合わせて水田龍子がレコーディングをしたんですけども、やっぱりね、小さいスタジオなんで、ええ、一緒に入れないんですよね。あ、なかなか、はい、はい、なので、まあ、今回は仕方なくこう別々だったんですが、でもすごく音色も温かくて、すごく素敵なギターを弾いていただきました。そうなんですね、はい、それでは早速ね、はい、聞かせていただきましょう。水田龍子さんでギターバージョンになります、みちのく無情。水木玲治、作曲水森英夫、ギターバージョンで道のく無情、水田龍子さんでお届けいたしました。ありがとうございます。あ、なるほどなっていう感じですけれども、ありがとうございます、はい、うん、なんかこう釜石のあったかさみたいのがより、優しさみたいのがよりこう感じられるギターバージョンになったなというふうに思います。これギター演奏も見事ですけど、はい、お歌歌うの大変でしたでしょう。そうです ね、やっぱりね、力の入れ具合とか、ね、分かる、全然違うんですよね。あんまり力入れてもちょっと違うし、この力の抜き具合っていうか、難しかったですね、はい。この CD のジャケットも、ね、はい、前はオレンジ色でしたけど、そうですね、バックが、うん、はい、バックがこれは紫、紫色に今回変わって、はい、ちょっとお写真の方も少しイメージが変わって、前は横向きだったんですけども、今回はちょっとこうにっこり笑った感じで、はい、より若く可愛く見えるように大丈夫、可愛いです。でも前のジャケットもすごい綺麗でしたけど、ありがとうございます。これもね、やっぱり綺麗ですね。ありがとうございます。もう本当ね、デザインもね、もう私のスタッフ結構女性が多くて、デザインも女性が担当してくださってるんですけど、本当にね、すごくやっぱいつもいろいろ考えてくれるんですよね、だから本当にそういうスタッフの皆さんにもすごい助けていただいて恵まれてますね。はい、いやでも良かったですね。この道のく無情、すごくね、ヒットチャートにも上位にね、はい、ずっとキープされてますし、ありがとうございます。カラオケでね、歌ってくださる方もたくさんいらっしゃいますもんね、はい、そうですね、一時期カラオケがね、あんまりこう皆さんできなかった時期があったんですけど、カラオケが今だんだん再開されてきて、皆さんやっぱり歌いたくて皆さん待っててくださった方が多くて、ここ最近また本当にちょっとこう CD も結構こう皆さん購入して外に出てきて購入し始めたというか、でカラオケでもたくさん歌ってくださる方が増えてきて、すごくだからね、やっぱり嬉しいです ね、はい、いやコロナのせいで本当にひどめになっちゃいましたもんね。本当もうね、なんかいつもと違うのでね、どうしたらいいか分からないんだよ。本当ですよ ね、でも負けてられないので ね、それに打ち勝つぐらいのパワーで、歌っていかなきゃいけないなっていうのは思います、ね、はい、いやそれにしても
何ですか、ワクチンですか、はい、なんかちょっとひどかったんですか。あ、そう、あの前回ねお邪魔した時にワクチン2回目打つんですよみたいな話をしてたんですけど、ね、私2回目、まあ、打ったんですよね。モデルナを打ったんですけど、すごいそのモデルナのその副反応、私結構重い人だったんですよ、で、あの打った時にお昼ぐらいに正午に打って、もうお昼そう3時とか4時ぐらいにはもうすでにも体が痛くて、でもマネージャーに電話した時に、あのちょっと私はやばいかななんて言ってたら、うちのマネージャー全然平気で、あ俺全然平気そうなんて言ってたんですけどまあその2時間後にうちのマネージャーもものすごい発熱しましたけど私はその日から1日半か、まあ、2日間ぐらい、もう体が痛くてね、寝れないし体痛いし、で食べ物もなんか食べるの結構辛いし、本調子に戻るまで3日4日かかりました。あの、ね、はい、2回目ねやっぱりそうになった方多いですよね。そうですね、うん、でそれで終わりならいいけど、また今度なんか3回目やめてほしいですあれを思い出すと ねまたね、あれと同じぐらいのことをまた我慢しなきゃいけないのかなと思うと、ちょっとあの憂鬱になりますけど。そうですよね、まあでもしょうがないですよね、やっぱり打たないといけないなと思ってます ね、まあ、あとあの人間が持ってる本来 その免疫力を上げる、だから美味しいものを食べて、まあ温かくするとか、なんかそういうのでなんとかね、よく寝て、そう、そうで歌もやっぱり免疫上がるって言いますから、そうですそうです、歌ったりとか聞いたりするのも、だからそういうのでやっぱり皆さん、ね、体の免疫力も上げたりとかしていかなきゃいけないなと、ね、はい、思いますね。このコロナ騒動で一番大変だったのはやっぱりあの音楽界と、はい、それから飲食業の方たちですかね、人がたくさん集まる職業ですよね、どちらも、でもそれって人間に必要なものじゃない。そうなんですよ、あの不要不急ですもん ね、そうですそうですね、でカラオケの方たちも歌いたくて仕方がなくてね。そうです、やっぱり皆さんね、カラオケが好きな人はカラオケダメって言われると、もうやっぱり体調崩すって言いますもんね、やっぱり元気が出なくて、みんなに会いに行くのがこれは元気だったわけだから、だからそれができないとなると本当に皆さんね、なんか調子出ないって、わかりますよ、おっしゃいますもん、ね、なんか夢を奪われた形ですからね。そうですね、で私たちもやっぱりあのこれからね、まあ、年明けてまたこう少しずつでも今までみたいに戻ってきて、歌う場がたくさん、あのやっぱりねお客さんにこう直接聞いていただくっていう機会がないと、そうですそうです、いけないなっていうふうに思います ね、はい、あのこれからクリスマスが来ますけど、それを機にどんどん盛り上げていきたいですね。そうですね、もうやっぱりね、あのみんなでこう元気を出して、盛り上がっていきたいなと思います、あのところでね、クリスマスとか、はい、あお正月はどういうふうにお過ごしになるんですか。今年はうちの母と、あのおせちを、ね、作ろうと思ってます。北海道なんですけど、旭川なんですけど、北海道はおせちを31日の大晦日から食べるんですよ。はい、食べちゃうんだ。食べちゃうんです。もうね、ジュヤの鐘をの前にもう紅白歌合戦の時にはもう食べてるんですよそうなんです。でそれはもう北海道って結構みんなそうで、なのでもう作り始めの29日ぐらいから作るので、もうクリスマス終わったらもうすぐ仕込みにかかります。じゃあのキントンとかも元旦には栗だけはないとかってそんな感じですか。あ、結構ありますね1日はもうあのちょっとだんだん残り物になってくるんです1日が残り物なんです。そうです、もう31日がメインなんですよ北海道って。不思議でしょそういう土地なんですいやでもいいと思いますよ、はい、そうなんですよ。でも1日はみんなであの初詣行ったりとか出かけるのでね、はい、31日にみんなで食べるというそういう、まあ、北海道の独特なものはありますけど、ですが今年はね母と一緒にこうちょっとおせちをね作りたいなと。毎年作るんですけど、一人だとやっぱりあこれはいらないかなとかってあるんですが。そうですよね、はい、母とだったらまあ一生懸命ちょっと面倒くさいものでも作りたいなと思ってます、はい、あの北海道はすごい美味しいものがいっぱいあるとこですもんね、はい、そうです ね北海道のおせちって言ったらやっぱりこう数の子とか、はい、海産物が中心になります。あのカニとかね入ってるのもあるんですけど、私が特にあの思い出残ってるのは昆布巻き。昆布巻きありますよね。昆布巻き、うちの祖母が昆布巻きをずっとお正月用にいつも昔作ってたんですけど、北海道ってずっとストーブ炊きっぱなしなんですよ、石油ストーブ、その上に置いて、そうですね、4日間ぐらいずっと昆布巻きを煮込むんです、それはね
もうお正月大晦日になるともう昆布がドロドロになっちゃうんですけどそれが本当に美味しくて、で中はね磨きニシンというニシンが入ってたんですけど、北海道はそういうね中に入っているお魚まで美味しいので、あれがまた食べたいですね。でもなかなかうちの母とも言ってたんですが、やっぱりあの味にはならないので、北海道はやっぱりそういうこう魚を中心としたおせちが美味しいですね。はい、うん、ね、うまく素材がね、はい、揃ったら作れるけど、やっぱり北海道ならではのね、はい、そうですね、美味しさありますもんね。はい、こと姫もね北海道好きだな、美味しいものばっかりなもの。もうそうですよ、選べない、どれが好きとか選べない、ね、いつかあの北海道の歌歌ってもらったら一緒についていこうかな。ぜひとも美味しいもの、美味しいお店いっぱいしてますんでその時はよろしくお願いします。ぜひ一緒に、うん、楽しみにしてます。なんかあの美味しいもののお話で盛り上がりましたけど、食べ物の話は楽しいですね。楽しいですね。はい、あのなんかもうお別れの時間来ちゃって、はい、あ、はい、あのもう一曲ね聴かせていただきたいんですけど、はい、あのこの紅花の宿ですけど、はい、これあの龍子さんのね大ヒット曲でいらっしゃる。ありがとうございます。でもこれ2007年。そうなんですよ、こんなに経ってるのかな。もう14年前なんですけども、ね、でも未だに紅花の宿はカラオケ大会とかでもたくさんの方が歌ってくださってて、ね、本当に私にとってはねあの特別な歌ですね。はい、それでは楽曲紹介お願いしますね。はい、はい、それでは12月8日の道の奥無常、東北感謝版の中にも入っております山形県の酒田を舞台にした、紅花の宿、お聴きください。はい、ということで今夜はキングレコードの水田龍子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ふっくら琴姫チャンネル。